どうも、こんばんは、ヤヌメです。今回は東京グルリインボーク強敵チャレンジクエスト第4弾まで来て、VS 金木剣、これはあれですね、空腹金木だったっけ、食欲金木の方ですかね。はい、やっていきたいと思います。第4弾、これ一体第何弾まであるんだ、これは。まあ次ぐらいで終わりなんですが、第5弾ぐらいがキリからそれぐらいで終わりなんでしょうか。いつまであるのかわからないですが、今回このパーティーでやっていきたいと思います。まあちょっと短期決戦を狙ってるんですけども、まあいつものごとく A はね、オートで回してましたちなみに何が出てくるかもう全く画面見てない。これワンフロアで終わりか。まず敵の川から見ていこう。マイナス3万ダウン3万アップのどういうことだこれ。あれか、1枚目剥がすとなんか2枚目が突然硬くなるみたいな。でシフトをね5回以上使わないといけないんだよ。こんな余裕だろ、シフト5回以上なんて普通に使うくない、こんだけブレーク硬くしてたら。だとりあえずダメージ80カット、麻痺無効、操作感に対してダメージ500アップか。あーなるほど、ちょっと操作感下げ気味でいきたいが、できればバックに金木を置きたい気持ちもある。あ、硬いわ。あ、硬いね、結構普通に硬いんですが とりあえずね、そう、アモンさん後ろに下げて、いやこれ硬いな。リゼでブレイク上げて攻撃上げてどれだけ持っていけるか分かんないけど、スキブでリゼを使うか。え、あいつ、うわ強い、待て、ちょ待って、強い、あいつ攻撃力高すぎだろ、ふざけんなよ。とりあえず1枚目剥がしたいな、1枚目剥がしたいんだけど、あー微妙いな。金木を使うべきか使わないべきか。うわでもあいつピオラス、いやこれ負けるぞこれ、下手すりゃやべえな、これ下手すりゃ死ぬべ。なるほどね。アモンを出すか、いやこれでこのままでいいだろう。あーこれきついぞ、スキルとか、まああいつがまずカグネを出すとこから始まるんだけど、とりあえずこれ出して、オッケー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 、これはでかい、これはでかい、これはだいぶでかいですね。金木カグネ出してっから、スキブ使ってリゼ、短期決戦とか言ったけど、まあいいや、リゼ使って、いやこれ剥がしとかないと、これあれだよな、これ剥がれっかな、これリゼ下げなくていいわ。操作感に対してダメージでかいのか、さっきの、そうだそうだよな。 あやべえ、しくった、ちょっと待って、おい金木出すつもりだったんだってこれさ画面連打してたらさ、ターン進まないじゃん、それをやろうと思ったんだけど、やらかしたマジで、しくったー。これね、とりあえずアモンでいいと思うんだよね。でとりあえずこのターンは置いておこう。いやマジしくったべ。アキラがスキルゲージがマックスの時にブレイク性能高くなるつけてるんで、アモン打ちますか。いやさっきの一ターンでこれ負け説あるぞ、さっきの一ターン下手こいたせいでこれ負けまで一直線説あるな。こいつ結構ブレイク高いな、金木これ押せるだろ。オッケーで次のターンもいけるから、シフト使ってもいいが、シフト使いますか、まあ、グール2体は前に出したまま。オッケーこれでアキラのブレイク性、ああそうか、ブレイク性能高くなったと言っても相手の混乱解けてくから、操作官の方に攻撃されるとまずいし、そろそろあいつがカグネ出してきそうで怖いんだが、オッケービヨっていく。コスキブ使って金木でぶん殴ります。52800か。ここリゼ今ついてんのかな、バフもうついてないよな。いやまだついてるか、まだついてるな、っていうことはまだリゼ使わなくてもいいが、アキラ、ああそんな強くない、操作感を2枚前に出したくないんですよ。なんでここアモンの交代、これねアモンスキル打たなくてもいいんだけど一応打つか。
で金木で殴って次のターンもなんとか OK。 これでダメか、80が剥がれる。いやそろそろ怖いぞ、こいつ何してくんだ、そろそろだろ。てか毎ターン50万回復されるのマジ出たー、きつ待ってきつ、マジかい。とりあえずアタックとブレイクアップさせて、きついぞこれはマジで。スキブ使いたかったな、この金木のあれの時に。OK、 このカグネじゃあ金木のスキルは次の時に取っときます。いやきついべマジで。あの金木に負けるわけにはいかない。 OK、 ここでピヨってくれ頼む。やったぜ。OK、 このピヨリでかいよ。スキブ使って金木でぶん殴り、またこう金木でやって、まあなんとか剥がせてるけど、なんとか剥がせてるけども、あいつがカグネを出してんのがマジでヤバそう。やめて。 OKOKOK、 まだ何もしてこない。あ、前のターンに覚醒させときゃよかったとかいう。あれ言っとくわ。待って、こんなもんなの、こんなもんなのか。アキラタスブレイク性能こんなもん。これどうしてもやんなきゃいけないから。アモン小太郎、私がやる、これで。いやこれオッケー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 、なんとかなんとかなんとか剥がせた、なんとか剥がせたけども、なんとか剥がせた けども次よ問題は。あやべえこれ、オッケーピヨっていく。これ常に混乱してんの、もうこいつこの状態混乱してるようなもんだけどな。スキブ使って金木でぶん殴りの、オッケー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 、いいよいいよいいよ、いい感じ。ちょっとリゼでバフを浮気しの、今の先リゼ使っとくべきだった。これなあ、金木で押せるかっていうと微妙なところだと思うんだよな。押せるかなあこの、いや回復されるの だるいスキルが、まあ、回復さ、まあまあアモンでアモンでやったらいいか。あいけるわ、いけたいけたいけた、オッケーオッケーオッケー、なんとかこのターンもしのぐ。いやあいつがね、あのピヨってくれてるのがでかい。まあ50万回復は痛いんだけども、やめてやめてください。嘘。え待って何、えちょ待って、アキラ死ななかった今、ちょっと待ってくれ。おいふざけんな、まだ俺生きてんだけど。おいアキラ、えアキラ今消えたよな、ちょっと待ってよ。あカメラ操作も効かねえし、これ何、これ新手のバグ、これカメラ操作でさ全体見れるようにしてか、アキラが死んだから、いや絶対待って、今ちょみんな巻き戻して見てて、これ右のアキラ今ブワーンつって消えたから、いないじゃん、だってほら、ちょっと待って、これ一回ゲーム落とすわ。これね戻ってきたけどさ、これスキル打たれるでしょ、でそれでアキラが死んでないのにさ、死んだことにされてさあ、しかもこれなんかゲーム再起動してリゼの方来たけど、何さっきの、えこれしかもマヒんのこれ、えあいつ全部回復してるし、しかもこれはぁ、マジでよ、さっきのがなかった勝ってたろうがよ。ちょおいマジこれあいつ負けそうになったらあれだぞ、バグ起こしてくるぞ。 こっちが混乱はめしてたら、あいつなんか無事切れでバグ使ってきたんだけど、マジかよ、リゼ麻痺ってんのきつい。でも麻痺を下げたらあれだからな、あマジでいってる、これ次スキル打たれたら終わるんだけど、次スキル打たれて捜査官の方行かれたらもう終わりなんですけども、あなんとかいけたけど、マジピオレよお前。あでもあいつカグネしまったぞ。反省の色見せて、反省したぞあいつ。相変わらずブレイク高えから、リゼを使えねえのがちょっとな。よっ、アモン小太郎入る、畳みかけます、畳みかけます、うわこきついなこれ。
金木がこの相手のあれ押せないと思うんで一回こう出してアキラ、これならいけるんちゃうかな。はい、いけませんでした。きついな、ブレイクリジェネレーターつけてねえからな、それがきついんだよな結構。 HP は削れてるには削れてるんだけどな。金木を打ってやっとリゼが回復した。まあ、リゼのスキルは次のターン使いましょうね。あいつが次カグネ出すまでになんとか攻め切りたい。リゼでからカネキ、でこれ次スキブ使ってカネキのスキル打ってでいい流れだけど、あーマジきつかったぞさっきの。ほんと死ぬかと思った。ここカネキですね。でダメか、80剥がせた後なんだよな問題は。あいつがまた何してるかわかんねえ。とりあえずこれで動くな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 、やめろマジで。オッケー、まだこのターンもカグネ出さない。上書きして、アモン3回のアキラ、カネキ、いいよ。で、ここカネキでブレイクで、ここであいつがなんかカグネ出してきて、いや待ってこれ押せるんじゃないか、これスキブで押せるだろ、これスキブで押そう。しかも混乱入らなかったし、これスキブで押すわ。いけー、やったぜ。で今のは混乱入らなかったし、次のターンであいつがカグネ出してまた 400% のダメージを、まあ多分リゼとカネキに入れられたぐらいでは死なないと思うけど、アキラに入れられてたら、まあ、今のは俺の負けだったと。あいつ混乱場面してたらな、謎のバグ使ってきたマジ。せこいやろうなほんと。はい、ということで、今回はチャレンジクエスト第4弾、空腹カネキ、食欲か、食欲カネキでした。食欲だよな、空腹だ。空腹ってあれだっけ、レインコートだよな、黄色いカッパみたいな服着てるやつだっけ、フェス街の方じゃないよね。まあいいや。はい、というわけで、皆さんどんなパーティーでクリアしたのでしょうか、よかったらコメント欄残していってください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。